はい、笹でございます、音楽ですね。この間、一念発起してね、イングベー奏法なんとかできないだろうかなってね、今少しずつ少しずつ長期計画で、練習を始めてるところなんですけどもね、まあまあ道は長いかなと思うのですが、今やってることをご紹介したいと思います。アウトを通してあります。で、これはカッティングエッジですね。で、弦を上げ目にして、だからこれも音がそれなりになるように練習持っているんですけど、で、この間ね、誰だったかな、こういうのを先やったらいいよって、これを早くやるんですって。それでなかなか難しいんだはできない難しいね。あと、それから西尾さんのとこにあったエクササイズで、この1弦のみでね、これハーモニックなんだね。これを凄まじいスピードでやるんだけど、まあ、とりあえずね、いっぺんにできないんで、4回ずつ繰り返すってことを今やってるんですよ。4回私思うけど、これハイウェイスターとかにヒントがあるんじゃないかと思うんだけど、でイングベイは当然ハイウェイスターもう散々切ったはずで、あれをもっとって思ったんじゃないかと思うんだけどな。で、まずはそのフレット感覚を体に覚え、指に覚えさせようと思って、つまり、音程が低い方に行くと、フレットが広くなってて、高いハイポジションになってフレットが狭くなってる。これはもう理屈抜きて感覚的に覚えさせない。でリッチーとかの場合はこういうフレーズってあんまなくて、ポジション移動はあるけれども、一弦の中でこんなもん出てこないんですよ。ハイウェイスターぐらい。で、ハイウェイスターっていきなりでね、で、なんかやって少し下がっていくわけだから、で、これはリーメンは、って上がってるわけでしょ。これはなかなかで。で、あとアルペジオ分解フレーズが、こんなのができればいいのかな、っていうふうなことやってるんですよね。これは、G か？G をここに G があるんだけども、制覇で押さえるとこうですよね。でここに G があって、でこいつをっていう、まあジャンゴ風な、ので、これをこうやってできるようになればそれっぽくなるんじゃないかと思ってやってるところです。まあまだ練習始めて3日か4日なんで、それも昨日届いて留守してたから全然練習ないんで、まあああいうそんなのはね、でこうやってでバーッと上がるようになればいいんだろうけどもね、なんていうふうなことをやってるところです。何か参加になりましたら、じゃあ。